ただいまご紹介いただきました内閣府の高峰と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私からは戦略的イノベーション創造プログラム SIP につきまして簡単に概要をご説明いたします。その前に内閣府の役割について簡単にお話をしたいと思います。内閣府って何 何をしているお役所なんだろうと、なかなか一口で言うことは難しくて、非常に幅広く仕事をしております。例えば、あの、先週秋の、えー、報奨、叙勲の発表がありましたけれども、あちらの方もですね、内閣府の部局の一つである、将軍局というところで行っております。えー、私が今所属しているところなんですけども、 内閣府の中にも数多くの会議がありますがその中に総合科学技術イノベーション会議という会議がありますこちら内閣府の中にある会議でございますがこちら書いてあります通り総合的な総合的基本的な科学技術の企画立案と総合調整を行うという会議で会議の議長は内閣総理大臣でございまして そのほか、閣僚が6名ほどいます。そして、それ以外にですね、官民の有識者の方7名が任命をされている。まあ、そういった会議体であります。あの、科学技術政策といいますと、かなり専門的なものもありますので、そういった官民の科学技術に明るい方をですね、入れてですね、総理大臣の諮問に応じて、 これからどうすべきかという政策に関して、えー、ここで、えー、ごい審議いただきまして、えー、決定していくと、まあ、そういった会議でございます。えーまあ、内閣府でもです、ね、いくつか戦略的な研究開発を推進しております。ここに3つほど 挙げさせておりますがその一つが本日お話をいたします戦略的イノベーション創造プログラム SIP というものでございます基礎研究から社会実装までを見据えて研究開発を一気通貫で推進して府省連携による分野横断的な研究開発に3学間連絡系で取り組むというプログラムでございます年間の予算が280億ということで毎年これを実施しております このプログラムなんですけども、右下に書いてあります通り、平成26年度に創設された研究開発プログラムです。研究開発プログラムですけども、5年単位、年の期間でですね、実施しておりまして、この中にいくつかの課題を盛り込んでですね、やっております。創設から11年経ちまして、今年が第3期の プログラムを開始すするといいう年でございます、まあ、大体プログラムの数ですけども第1期では11第2期では課題が12そして今年から始まりました第3期では14の課題を実施するということになっておりましてこの特徴としてはですねあの技術だけではなくて事業や制度社会的重要性人材の観点からまあ社会実装 すると研究成果を社会に根付かせて使っていただくということをですね主眼にしてですね実施しているというのが特徴であります防災に関してですねこれまで第1期から第2期そして第3期ずっとですね継続して研究をですね実施しておりますが昨年度終了しました第2期でのですね主な成果 ここに内閣府の資料なんですけど、この一つがですね、上に書いています、防災での研究成果になります。えー、あのよくあの気象情報でですね、線状降水帯という言葉をお聞きになるかと思いますけども、これをですね、予測するための基本的なこう技術ですね、線状降水帯の自動検出技術というものをですね、このプログラムの中で研究して、その経過が成果がですね、気象庁に使っていただいて、 顕著、えー、の大雨に関する気象情報という形でですね、えー、このミーは実装されているとこういう例でございます、えー、このほか自動運転に関する研究成果もですね、えー、このように活用されているというのが、えー、前のですね第2期で、えー、行われた研究の主な成果のご紹介でございます、えー、そして今年から始まる第3期なんですけども こちらに書いてありました通り、14の課題が設定をされております、えー。第3期の課題をですね、設定するにあたりまして、えー、その前の年度、令和4年度にですね、えー、課題候補を選定した上で、フィージビリティスタディということであの、えー、官民、いろんな方からですね、どういう研究をすべきかというご提案をいただいた上でですね、 それをどうまとめていくかということをですね事前に調査をしておりましたこういった形でですね課題の方は設定をされておりますちょっと時間の関係で思いますけどもあの先ほど申し上げたとおり研究以外に社会図装に向けた取り組みも同時にするというのがこの第3期の特徴でございますこちらあの14の課題のプラグラムのダイレクターの方をご紹介するものでございます えー、今日の防災ネットワークのキックオフシンポジウムですけれども、防災ともの関連の深いスマートインフラのマネジメントプログラムの構築の久田先生にもですね今日は最後にご講演をいただく予定でございます。えー、非常に簡単ではございますけれども、私の方からの説明は以上であります。ごご聴ありがとうございました